ちゃん。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。今日も3年生を振り返るの時間です。そうだな。まあ3年生を振り返るっつってもさ、うん、まあ、最近まあもう9月になってから遠足日程になってきてるよね。だいぶね。やっぱり消化しなきゃいけないから、まあ4連戦もあったりだとか、うん、まあゲームがなくて6連戦やんないとか、まあいろいろあるから、まあこっちもね、ちょっとそれに対応していかないといけないな。これはね、もうただの企画テーマみたいなことですからね、題名みたいな、まあね、3連戦を振り返るっていう、はいはい、あれなんで、うん、まあ3連戦じゃなくても、はい、木曜日、日曜日は振り返っていきましょうということで、うん、まあね、なんかこう梅雨時期やったりいろいろでね、試合が流れたりいろいろしてる場合の分もしわ寄せ来てますね。まあまあそりゃそうだな。ということで、はい、結構チームによって残試合数もだいぶ違ってはいろいろ変わってきたよね。来てるので、うん、そのあたりも今後ねどう影響してくるのかなっていうところも含め、うん、はい、ということで、まあ、今回の3連戦をね、はい、はい、やっていきたいと思います。さあ、看板やちいちゃんよろしくね。よろしくお願いします。はい、はいはい、ということで9月に入ってで2カード目ということかな、はい、あの8月終わりから9月頭までのカードの次ということで、はい、セリーグは3試合全部ありまして、そうだ、はい、はい、阪神と中日は阪神が3連勝、はい、はい、DeNA と広島は DeNA が3連勝、うん、はい、巨人とヤクルトはヤクルトが2勝1敗の勝ち越しということになりました。はい、はい、まずいくよ、阪神対中日、はい、高橋遥人、うん、村上、うん、大竹、はい、もう阪神はやっぱ甲子園に帰ってきて、うん、負けれないというね一戦が続くけども、うん、で中日、はい、高橋宏と、はいはい、小笠原、うん、大野というね、ね、まあ来たで、俺阪神はまあ初戦、うんうん、ね、遥人と宏と高橋ね、うん、はい、ここがね一つのね山を握ってると思ってたの。この3連戦の初戦だしやっぱりヒロトって素晴らしいピッチャーだからさ、ね、だからここをどう切り抜けるの、それとも負けてしまうのか、うん、ハルトが頑張るのか、ね、そこにちょっと注目が集まったんだけども、うん、高橋ハルト、うん、7回91球、はい、3安打、うん、4三振1つのフォアボールに無失点という、うん、素晴らしい。でまあ数投げてないけども3勝0敗、うんうん、防御率が 0.50 ね、やっぱ良かったねこの日も。3安打ですよ。あの投げるたんびに良くなっていくね。なるほど、うん、で高橋宏人、うん、7回101球、はい、8安打、うん、3三振1四球1デッドボールの3失点、うん、で防御率が0点台を保ってたんだけど、はい、この3失点で防御率が 1.14 になっちゃったという、ねね、ちょっと被安打もちょっと増えてきたね、うん、フォアボール、デッドボール一つ一つと、まあ、確かにやっぱここまで来ると疲労度もねちょっと重なってきて、うん、左のインサイドを狙ったまっすぐがシュート回転して甘くなるとか、うん、そういうことがちょっと目につくようになったんだけども、はい、まあ、2回、うん、サトテルヒット、はい、前がフォアボール、うん、ノーアウト1、2塁、はい、バッター梅野、はい、ここで、うん、ワンボールからバッサーするんだよね梅野選手が、あ、うん、でライトにライトにヒット、はい、でノーアウト満塁を作るんだけども、うん、この時の状況が、うん、1球目スライダーを投げてボール、うん、バントの構えでね、うん、でそしたらファーストが石川だったと思うんだけども、はい、前進守備を取ってて、そこから動かないんだよね、うん、もうバントって 100% 決めつけてるから、うん、そしたら岡田監督やっぱさすがだなと思ったのは、うん、スライダー外れた、やっぱバントをやらせなきゃいけないケース、うん、次はまっすぐということでおそらくバスターかけたと思う、うん、これが見事に決まったんだよ ね、 ね、で満塁男の木浪が、うん、ね、タイムリーヒット、うん、満塁で 13-7 5割3分8厘14打点というなんでしょうね、通常の打率っていうことを考えると満塁での打率は桁違いにいいと思うんですけど、うん、これってなんかやっぱりね、押し出しをしちゃいけないとか、うん、いろいろピッチャーって考えて、うん、やっぱストライク勝負に来るんだよね、うん、でやっぱ最初はねそんな際どいとこつけないよ、うん、だから早いカウントで木浪を打ちに行けてるし、うん、その甘いボールを的確に捉えてるという、
ことだけどね。あとはこう満塁の打率が上がってくると相手ピッチャーもちょっとやっぱ意識しちゃうっていうところ。いやまあそれもあるだろうね。それは頭に入ってるだから、ね、入ってるだろうからね、うん、で7回には近本がワンアウト三塁からタイムリー、はい、8回は木浪がワンアウト満塁から、うん、ね、うん、いやだからこれピッチャー警戒してるんだよ、うん、押し出し、まあで、まあ、あじゃあ、まあ、で、まあ1点を取って都合4対1にするんだけどさ、はい、やっぱねこういうピッチャーを攻略するのに、うん、何かやっぱ仕掛けなきゃいけない、うん、今日はやっぱ梅野のねバスターが効いてるわ。うーんで満塁男の木浪につないだ。まあ別に満塁男を意識して満塁にしようと思ってバスターしたわけではないけども、うん、でもねやっぱねこの高橋宏斗もバスターが来るっていうのはあんまり思ってなかったと思うよ、うん、だからこのバスターがこの一戦っていうのは効いたね。ちょっと精神的にかき乱されたというか、かき乱された、うんうん、あで春人はやっぱ素晴らしかったということだよね、うん、やっぱねどんな時でも冷静だわこのピッチャーは。なるほど。何がいいで全てがいいんだけど、うん、ボールに関してもね、うん、まあだけどやっぱね気持ちが一番落ち着いてるっていうことが、うん、どんな局面でも、うん、いいなっていうのは感じたね。なるほど、はい、で2試合目、うん、9対4、阪神、はい、中日初回、うん、岡林ヒット、うん、福永エラー、うんまあ、サードサトデルがゲッツーを焦ってちょっとセカンドに悪送球したんだよね、うん、それでゲッツーが完全に取れずに、はい、でノーアウト1、2塁になった、うん、でカリステバントのサイン、うん、これポンポンと追い込まれたんだよねバント失敗して、うん、でね中日ベンチは多分取り消してると思うんだよ、うん、だけどカリステ勝手にバントやっちゃったんだよね。そうなんかねだからね辰巳監督も片岡監督もええみたいななんかちょっと微妙な笑顔とか苦笑いっていうかねそう感じはありましたけど、まあだけどこのバントの成功が功を奏して、うん、宇佐美が2アウトから2点タイムリー先制 ね、うん、先制するんだよ2点タイムリーね、うん、で1回その裏、はい、近本ヒット中野がねうまく打ったわ、うん、やっぱ2点あるしまあもう打っていこうっていうことで、うん、中野がつないだんだよね、うん、そしたら森下がタイムリーツーベース2点タイムリーツーベース、うん、ね大山がねノーアウトランナーセカンドからツーベース打つんだけども、はい、ノーアウトで森下が帰ってこれなかったのよ、はい、やっぱタッチアップを優先したから、うん、ノーアウトっていうことでね、うん、でまあ2、3塁になるノーアウト2、3塁、うんはい、でサトテルが詰まりながら2点タイムリー、勝ち越しね勝ち越し、うん、で4対2、はい続く井上、はい、ツーランホームランで6対2ここで出ましたね、うんこの時点でまだノーアウトだからね怖い いやすごいねこの集中力というかこの連打がねやっぱ近本が出た、うん、中野が出た森下大山里照ってやっぱ得点圏の 1,2,3 位だから、うん、やっぱこういうチャンスっていうのはやっぱ頼りになるねちょっと畳みかけるようにね立ち上がりを攻めましたか ねだからその小笠原も、うん、なかなか援護点もらえないのに初回に2点取ってくれて、うん、なんかちょっとリズムが取れなくなったのかなと思ってさ逆にね今までのこう緊迫した、うん、こう援護点のない中でずっと投げてるいやそうなんだよ状況の中いきなり初回に2点援護点もらうとちょっと調子が狂うこともあるのかなちょっとものすごい金持ちになったような気分なんかちょっと自分の財布の紐が緩んだみたいなリズムが変わっちゃったのかな、まあ、うんまあそんな感じだろうけどもさ、うん、で5回ワンアウト満塁から阪神ね、うん、キラみたいにまた満塁だよ14の8、15打点、まあ、素晴らしいねもうまあ巡り合わせというかねそれもすごいですけどねまあそうだねでもまあそういう意識も阪神の選手の中ではね満塁で木浪に回してみろみたいなのがあるだろうけどもね、うんはい、で6回細川ホームラン、はいまあ、中野のエラーで8対4になったけど、うんその裏ワンアウト三塁から大山の犠牲フライもう確実に点を取ったというねまあこういうことが大きかったということで結果的には9対4ということだったんだけども、はいまあ村上はちょっと足をねエラーで引っ張られたっていうこともあるけども、はい、ちょっと打たれすぎやな
ピリッとしないね、うん、なるほど。で小笠原はもう全くなんか久しぶりにひどかったなっていうような、うん、まあピッチングだったねこれはね、うん、まあ村上投手はね、はい、なんとか勝ちを拾えましたけどね、うん、ちょっと5回3分の2、104球、ちょっと球数も多いですかね。あ、そうだね、うん、まあ、それで阪神の方はエラーが3つ、うん、サトテル、中野が2つという、はい、まあただ、うん、まあこれはね、もうエラーしようが何しようが、うん、勝てばいい、もうこの時期は、まあね、あ、もう気をつけるっていうことしかもうできないと思うし、うん、あ、だからこう、勝ったことがせめてものね、救いであって、まあ内容よりも結果を求めていかないとさ、うん、ね、もういけないからね。この試合なんてもう両チーム合わせ5エラーですからね。まあそうだね、うん、ちょっとひどかったね、なかなかちょっとね、はい、はい、で3試合目、うん、2対1、うん、ね、接戦になりました急にね、うん、で3回、ワンアウトから近本がフォアボール、はい、ここでね中野が起点が効いたね、うん、中野がセーフティーバント、ね、これが内野安打、投手内野安打になるんだよね、うん、はい、これはどういうセーフティーバントかというと、うん、やっぱ自分が生きれれば一番いいけども、近本を送っとけば森下がなんとかするんじゃないかという期待を込めてのクリーンアップへのつなぎだったと思うんだよ、うん、いやこれはね、中野が起点を聞いたな、ね、うん、でこれが内野安打になってワンアウト1、2塁から森下が、うん、タイムリーやってくれましたね、レフトにね、うん、でレフトをカリストがバックホーム懸命の、はい、それを見た一塁ランナー中野が、うん、はい、三塁を落とし入れるんだよ。それにつられてバッターランナーの森下もセカンドに行ってるんだよ、はい、この走塁が効いた今日は。なるほど、俺は素晴らしかった、うん、でワンアウト二三塁から大山がデッドボール、うん、でワンアウト満塁からサトテルが犠牲フライで2点、はい、ね、うん、だからその中野の、まあこれデッドボール、まあワンアウト二三塁じゃなかったら大山にデッドボール当ててないかもわからない、まあそうですね、うん、でも2、3塁になったから当てたっていうね、佐藤と勝負っていうこともある、うん、でも中野のこの走塁っていうのは相手の隙をついてね、走った走塁、うん、ついていった森下、この走塁はやっぱ素晴らしかったと思うよね。でもそっからだよ、うん、苦しみは、苦しみは、うん、中日、はい、4回2アウトマンで、うん、しかしちょっとついてないことに大野うん、バッターが、うん、まあ、セカンドゴロでことなく得る、うん、で5回、はい、中日ワンアウト2塁から福永タイムリーツーベース、ね、なおも2アウト1、3塁1点を返してね、なおも2アウト1、3塁、フォアボールなどがあり、はいはい、はいはい、で高橋三振という、うん、ね、6回、はい、もう毎回ピンチだから、阪神ね、阪神だってこの試合実は、中日11アンダーしてますから、そうだ、はいはい、それで1点しか取れない、そうなの、それはどういうことなんだろう、ね、で6回2アウト2、3塁、うん、山本三振ね、まあ阪神もチャンスがあったのはあったの、うん、5回2アウト2、3塁から坂本が三振、うん、これはね、いいボールだったな、インサイドいっぱいのなんかこうカーブかスライダー、大野の、うん、まあどっちでもいいようなところに決まったけども、はい、で6回、うん、2アウト1、2塁、はい、フルカウントから、うん、ね、もうランナースタートする、はい、森下3塁へ強烈なライナー、もうチャンスの潰し合いだよ、ね、いや本当に逆を言うとチャンスに1本出ないとかっていうことよりも守備がっていうことでもなくてまあでも三振で終わってるケースも多いしね、いやだからまあ例えば、うん、主軸、まあなんていうのかな、まあ高橋周平だとか、うん、あ、そういうところが打てなかったりだとかさ、あ、そういうところがちょっと響いたなっていうような感じがするよね。こういう試合展開っていうのは多分両チームにとってこうちょっとイライラするじゃないですけど、いやストレスたまるね、もやもやしますよね、いやだけどやっぱこの中でやっぱ桐石が頑張ったりだとか、あ、岩崎が頑張ったりだとか、うん、ね、そういうことなんだよね、うん、でまあ中日の投手陣、中継ぎ投手陣も頑張ったんだけども、うん、やっぱりこの試合のポイントはやっぱり中野のあの送球間にサードを落とし入れたということが一番のポイントになっちゃったな。もう結局はそうなっちゃいましたね、こう振り返ってその後点が取れずに来てっていうことだとね、あれをカットマンに投げとけば、うん、
多分中野は行けなかったと思う。ただ一点で止まってたと思うんだけど、うん、やっぱねこういう時期になってきたら、うん、一つの走塁とか、うん、一つのアイデアだと一つのバスターだとか、うん、こういうことが効いてくるな。ねえ、ね、まあそういう意味では、ね、まあ阪神はアイデア勝ちだったかなという感じがするね、うん、はい、両チーム合わせて18安打で2対1という試合でしたね。本当だよね、もう残塁もひどいことになってると思うけどな、うん、ね、ということで、はい、この試合は大竹投手が勝ち、そうだね、はい、まあ球場で、はい、うん、まあ2年連続の2桁にね、うん、まあ、大手がかかるということだったんだけどね、はい、で大野投手が6敗目と、はい、まあ、大野もいいピッチングするんだけどもね、うん、なかなかやっぱこう勝ちに結びついていかないね、うん、はい、本当ですね、まあ、ただやっぱこう春人が負けなかった、うん、村上がこうやっぱ勝ったということは、うん、まあ、久しぶりに勝ったんだよね、うんうん、だから流れが変わってくるかなっていうことと、うん、大竹が粘って勝てたということは、うん、やっぱ阪神にとっては収穫だったね、ね、うん、だからね、今シーズンそうですね、村上投手も9敗しているのでね、うん、6勝9敗ということで、まあ、そうだね、まあ最低5分に戻してほしい、戻したいですよね、はい、はい、はい、ということでした。はい、はい、続きまして DeNA 対広島、うん、これも ね、いろいろありましたね、いろいろあったな、まあ一戦、DeNA、うん、東、ジャクソン、K、うん、で広島、森下、アドゥア、トコダ、はい、ね、うん、1試合目、5対1、うん、DeNA、はい、まあ、初回佐野がツーベース、うん、2アウトからね、うんうん、オースティンタイムリーで先制、はい、ね、これちょっと安心感を持ったんでこの1点で、うん、これなぜかというと、はい、6日間ゲームがなかったんだよね DeNA は。あ、そうそうそう、だからねゲーム感とかバッティングがちょっと狂ってんじゃないかなと思ったんだけども、うん、まあ、いきなりね佐野が打ってくれてオースティンがタイムリー打ってくれた、まあそれでちょっと心配がなくなったよね。まあトータル結果としてはまあ心配事はなかったっていうことですね。まあそうだね、でツーアウトから先制したし ね、うん、で2回にはね牧のソロホームラン、うん、あ牧もさ狂ってないわと思って、うん、逆に疲れが取れてんなと思うような、ね、まあそういう動き方をしてたしね、うん、で4回にはオースティンがツーベース、うん、デッドボール四球でノーアウト満塁、はい、もう山本が、あ、これ6-2-3、はい、もうダブルプレーね、ツーアウト2、3塁からここでね点が取れなかったとしたら、うん、俺流れは変わったと思うんだけども、なるほど、ツーアウト2、3塁から東タイムリーヒット、はい、あ、違うよ、ツーアウト2、3塁から、あ、林が申告敬遠で満塁になる、満塁策で敬遠されるんですね、はい、はい、で東がタイムリーヒット、そう、ツーアウト満塁から、はい、ね、で梶原がツーアウト満塁から2点タイムリーで5対0、それは素晴らしいことでしたね。もうあの東投手のヒットからね、いや、だからポイントはやっぱ東に打たれたということが森下の致命的な失点になった ね、うん、これは、うん、やっぱこう東で取っとけば、うん、ノーアウト満塁、山本の 6-2-3 のダブルプレーで申告敬遠、東で取っとけば、うん、俺は試合はどう動いたかは分からなかったと思うんだけど、うん、確かに、うん、その後に梶原の2点タイムリーも大きかったけどもね、うん、で森下、はい、その森下4回70球7安打、うん、これが不思議なんだよ、0三振なの、これが不思議ね、いや、やっぱ森下っていうのはある程度三振も取れるピッチャーだから、うん、1個も取れてないっていうことは、うん、状態も悪かったのかなっていうようなね、うん、まあ、そんな感じもするし、うん、2つのフォアボール1つのデッドボールで5失点、これが不思議ですよね、逆にね、ん、このノー三振なのに2つのフォアボール1つのデッドボールっていうのも不思議な、まあまあでもコントロールがな、もともといいピッチャーだから、うん、まあこの3つも出すっていうのはね、そうそう、4回のうちに、ね、まあ、それだけその DeNA の圧力を感じたのかなっていうこともあるけども、うん、で東32試合連続クオリティスタート、うん、7回3分の2、はい、96球、うん、7安打4三振、うんうん、無四球無失点、無四球1失点、12勝2敗、ね、もう素晴らしいね、素晴らしい、ああ、まあね、この辺がね、ヒーローインタビューで
そうだよ。雄大のおかげではなかったです。雄大頭抱えてたけどもさ、雄大は、まあね、打ってくれませんでした。いや雄大6人さんのダブルプレー打ってるからここで絶対打つだろうと思ってたのがさ、その後自分で回収しましたからね。まあまあそうだな、そう痛くなったね、東投手の気持ち。あれ面白かったですけど、まあまあでもね、まあ、それだけ仲がいいということで、ね、そういうことですね。まあ試合勝てたんでね、はいはい、うん、まあでもあのこの勝利はね、うん、やっぱ東のタイムリーヒット、はい、まあ、これがやっぱ大きなポイントだったなっていう、ね、まあ、森下にとっても痛かったと思うよこれもね、うん、まあ、そういう1試合目でした、はい、で2試合目、6対1、うん、DeNA、はい、広島1回秋山ヒット、これがねちょっと面白いから聞いといて、はい、これ初回の攻撃、うん、DeNA も初回の話をするけども、うん、広島1回秋山ヒット、うん、野間ダブルプレー、うん、643、うん、小園ヒット、うん、末金ヒット、はい、坂倉三振、うん、これヒット何本、3本打ってで、ね、あの0点なんだよ、うん、その裏、はい、梶原ヒット、はい、海老名2番の、うん、これね多分エンドランじゃないかなと、ランエンドヒットになったのかも分かんないけども、うん、タイムリーツーベース、うん、先制点をもぎ取るという、うん、で佐野がノーアウト2塁からタイムリーヒット、うん、2対0、はい、オースティンが倒れる、うん、マキがつないでワンアウト1・2塁、うん、宮崎がスリーランホームランで5対0という、ね、もうこれ初回で終わっちゃったよみたいな、うん、いやだから俺は、うん、まあ、どっちみちこうなんていうのかな、あんまり打てない広島、うん、ということはあのやっぱね野間がセーフティーバントでもバントでも秋山を2塁に送っとけば俺セカンドにいようがどこにいようが小園はヒット打ったと思うんだよね、うんうん、だからこういうところが少しあの、まあ、広島ずっと打たしてきてるからな野間に、うん、まあ、いきなりここに来て戦い方を変えるっていうのもありかもわからないけども、まあ、新井監督の性格じゃやらんかな、うん、だから初回のヒットのね、うん、こう出方っていうのが似てたんだよね、うんうん、うん、野間もいい当たりだったんだけど、うん、まあ、いい当たりだったからダブルプレーを食らったんだけどもね、うん、だけどそのダブルプレーを食らうか、ね、エンドランかなんかをかけて海老名がタイムリーツーベースを打つ、うん、まあ、こういうところもラッキーだったのかもわからないけども、うん、なんか初回の攻撃がヒットの出方とかあまりにも似てたんで、うん、好対照に出ちゃったなっていうのがあったね、うん、極めつけには宮崎選手のねスリーランが出ちゃうんだよ、スリーランが出ちゃうから、そうこんな点差がいきなりつきましたけどね、まあ、初回っていうのはねピッチャーにとってリズムがまだ取れてない時だし、うん、これはやっぱこうなあどっちが正しいかっていうのは分からないけども、うん、なんか大事にいった方が良かったのかなっていうのは気持ちだね、うんうん、しかし、はい、2回、うん、ノーアウト1・3塁、うん、1塁ランナーの矢野が飛び出すんだよ、はいね、でランダムプレーになる、牧が暴投を投げて1点返されるという痛いです。いやここはちょっとね、はい、勝ったからいいよ、うん、だから守り方とかどうのこうのっていうの今後のために言っとくけども、うん、5対0で勝ってて、うん、ノーアウト1・3塁、うん、1点やってもいいじゃない、うん、もう無性に3塁ランナーを意識してね、うん、返さないように返さないようにしてたけども、うん、あれねランダムプレーで一つもらっときゃいいんだよ、1点やって、うん、もうその方がピッチャーも楽だったと思うし、まあ、結局この1点だけでね、うん、あのこの試合は終わるんだけども、うんうん、マキはちょっと後で冷静に考えたら分かったかなと思うけども、うん、ああいう時のはもう一つもらっときなっていうのがね、うん、あるよね、ね、なかなか瞬時の判断が難しいですね、まあ、そうだな、うん、はい、ただもっともっと厳しいところが待ってるからねこの先、うん、ね、やっぱり優勝争いに顔突っ込んできたから、うん、だからまあそこら辺は冷静にね、まあ、状況判断でやってほしいなと思うよね、はい、うん、でまあ1点を返されたけどもその裏梶原が4号ソロホームラン、ね、あ素晴らしいね梶原の働きっていうのはね、本当ここのところ素晴らしい、はい、はい、でジャクソン、うん、6回を1失点アドは6回を6失点、うん、ね、ね、ちょっとな、先発の明暗が分かれたね、これはまた初回に分かれたっていうのがね、その後アドは頑張ったんだけどもね、そうですね、ただ広島、
まあ、先発がちょっと頑張らなきゃいけないし、まあ、得点も2点しか取れてないんで2試合で、うん、だからちょっと頑張らなきゃいかんなと言った3戦目、はいね、うん、4対3点サヨナラです。延長戦、はい、うん、まあ、2回強打のタイムリー、はい、うん、まあ、セカンドランナー牧だったんだけども、うん、矢野がやっぱうまいだけにね、先っぽで当たっちゃうんだよね、うん、タイムリーヒット、うん、でレフトに転々する、まあ、打球が弱くなった分だけ牧が帰れたという、うん、これ うまいやつじゃなかったら多分ねサードのコーチャーも止めてたかもわからない、うん、だけどまあ先制点を取られると、ね、先制点を取ると、はい、で6回2アウト3塁からオースティンがタイムリー、うん、ね、で2対0ここまではもう DeNA ペースですか。もう完全なもうペースだね、うん、7回2アウト1・3塁から小園がタイムリー、はい、ね、うん、でこのタイムリーっていうのはやっぱ小園だな、やっぱ広島は小園が打つとやっぱね乗ってくる。なるほど、うん、やっぱ小園と勝負だよね広島は、うん、で末金2アウト1・2塁、うん、投手は伊勢から中がね、アンダースローに、ね、ね、変えた、はい、でここでねここはね俺は言わせてもらいたいのは、うん、雄大のおかげなんだよこれ末金がねインサイドインサイドで空振り取ったんだよ、うん、でサイン出して、うん、決まったと思って、うん、やっと思って山本が止めたんだよ、うん、でそれ中が気がつかないんだけど、うん、もうずっと止め続けて、うん、あ、な、え、何って言うんだよ、うん、外したの、うん、そしてサイン出し直したんだよ、うん、でまだカウントには遊べる余裕があったんだよね、はい、で山本は多分インサイド同じ球を出してたと思うんだよ、うん、最初ね最初、うん、2球空振りしてるから、うん、いやちょっと待ってと焦りすぎだと、うん、いうこと気がついたんだろうね、うん、決めてから、うん、で外せと、うん、でね外のスライダーボールをちょっと1球くれって、うん、それは OK と、うん、それを振らせたんだよ、うん、これはねやっぱ山本雄大成長してんな。もうその瞬時にそういうまあまあいっかなみたいなところもあるじゃないですか、うん、一回サインが決まったら、うん、それでもやっぱりもう職人ですね、うん、まあ、インサイドから多分ね外にまだ余裕があるから焦るな勝負を焦るなと思って外にスライダーを投げさせてみたんだよ、うん、そしたら末金が引っかかったよ。あのここら辺やっぱり雄大のおかげ、もうこれは俺が言っとく、東に言われてないから今回は雄大のおかげ、はいはい、ねえ、ただし、はい、1点を取られて、2対1、うん、で8回、はい、ね、石原デッドボール、うん、ダイソー初期、うん、ね、バッター菊池、うん、これねあのウェンデルケン、うん、クイックうまいんだよ結構、うん、で牽制もうまいしピッチャーねこの回から変わってるからなかなかね走れないんだよ、うん、で菊池が待ってくれるんだよ、うん、初期があの走るまで、うん、でもポンポンと追い込まれていくんだよね。これ何回も牽制してますよねこの打席で。いやそれでファールで粘ってんだよ菊池も、うんうん、でボールって判断した時に初期が盗塁成功したんだよ ね俺ねこの菊池のねやっぱこのベテランの味、うん、その初期を生かすために粘るとか耐久するとか、それでノーアウトランナー一塁だと、あ、ノーアウトランナー一塁じゃなくてワンアウトランナー一塁、ランナー一塁だと外野手はどうやって守る、うん、外野手深く守るよね、うんうんうん、長打警戒で、うんうんうん、で一塁ランナーを返さないように、はいはい、初期が盗塁したらどうなる、戻るよ、前進になったんだよ、うんうんうん、そしたらそれを嘲笑うかのように菊池が外野の外野オーバーを打っていくんだよねタイムリー、ね、ああここら辺やっぱり菊池初期ねいい野球やるなと思ってさ、うん、おじさん見てましたか。あで同点なんだよ、はい、あさすがだなと思って、うん、でそのまま延長に入って11回、はい、うん、この回はこれで終わりだったね、はい、で2アウト、うん、あ、11回そうそう延長になって10回点入らず、はいはい、11回の表の広島、はいはい、広島ツーアウト一塁、うん、上本がヒットで出るんだよね、それを置いて小園がタイムリーツーベース、うん、あやっぱ小園だよと思って、うん、その時に、うん、坂倉のところまで行って、うん、坂本に変えるんだよね、
ピッチャーをね、いや小園に変えるでしょうとか思ったんだけど、小園の時にってことね、時に、うん、いや佐々木ね、ちょっとサイドスローだからちょっと小園には見やすいピッチャーなんだよね。なるほど。あ、ここで坂倉のところで出すんだったら小園のところで勝負させてもよかったのになと思って。まあでもまあ勝ち越されたんだよ。ここでそう打たれたからっていうこともありますか。まあ打たれたから変えたっていうことはあるよ、もちろん。打たれて次がデッドボールだったんですよね、金選手の時にね。でもやっぱ打たれてからじゃもう延長になったら遅いなと思ってたから、まあね、でもここは本当はしのぎたかったんでしょうね、佐々木投手で。そうだね、そうだね、うん、でその裏、はい、もうダメかなと思ったら佐野がヒット、おい、オースティンフォアボールで、ここまたピッチャー変わってますよ。あのまず佐野選手の時に堀江投手に変わり、そうそうそう、でヒット打ったらオースティンの選手の時に一人で変えるんだよね。そうピッチャーが松本投手に変わり、はい、松本も用意してたのかなと思うけどもね、うん、でまあね佐野選手にはダイソー関根選手が入っていて、でオースティン選手はフォアボール選ぶんですよね、はい、でノーアウト1・2塁、うんうん、で牧、はい、もうどうするかなと思った、うん、どうするかなと思ったのは、おいこれバントさせるんじゃないだろうなと思ったんだけど、まあとりあえず1点をね、うん、取らなきゃいけない状況ではありますけどね。でも打たしたね、やっぱ信頼して、うん、やっぱその信頼に応えたね、牧、うん、が、ね、ツーベースヒット、はい、ノーアウト2・3塁、うん、ね、まあ当然宮崎、次の宮崎は申告敬遠、はいはい、でノーアウト満塁から、はい、ね、勝負強い大和、代打出てきましたね。あ、もうこれで決めるなと思ったら、うん、やっぱ試合感がちょっと遠ざかってるかな、大和は、ね、アウト、うん、強打、うん、強打、セカンドゴロ、はい、ね、ツーアウト、ツーアウト、あーもうこれダメだと、このままこのままじゃ引き分けだと、また延長いっちゃうよみたいな、うんうんうん、伊藤光が、はい、まあ冷静に、うん、まあ、フォアボールをね選んで、勝ったという、ね、逆転サヨナラという、ね、まさかの押し出しで試合が終わりました ね、 あ、まあ、ピッチャーが残ってなかったっちゃ残ってなかったけど、うん、やっぱこういうところでどういう仕事をするかっていうね、うん、まあ広島中継ぎは非常に良くて、うん、あの今まで支えてきたんだけども、うん、やっぱ栗林を使って一番最後締めるピッチャーを使った後、そう、ね、こういう展開になった時にどうなるかっていうのが評価されるという ね、 ね、あちょっと辛い試合になっちゃったけどもね、うん、まあ明日も試合があるから結局これで3連敗ということになってしまいました。そうだな、まあ、広島にとっては多分こうね、最後すごく嫌な負け方っていうのと3連敗というので、これがあとどう響いてくるのか、立て直すのかっていうのがすごくポイントでしょうか。まあゲームはねそんなに崩れてないんで、まあ大丈夫だとは思うけども、うん、まあだけどそうだな、やっぱ小園次第だな、小園が打つか小園に、ま、チャンスを回せるか、うん、まあ、上位打線頑張れっていうようなことだよね。明日移動してね、松田に戻って、うん、そうなんだよ、どこと中日と、そうだな、苦手中日だからな、まあそれと3連敗同士でしょ。その言い方、まあまあでも両方ちょっとね、まあ、モチベーション的には広島がねまだ持ってるだろうし、うん、まあちょっと頑張らなきゃいかんな、ね、うん、まあ、ね、あの DeNA はいい感じの3連勝で、明日休みだからね、え、うん、このスケジュールなかなか、いやいや、もうあの中日3連戦中止、台風で飛ばしてるしね、うん、でここに来て3連勝した、もう元気あり余っちゃってるからね、しかもね次移動もなくて、はい、次東京ドームで巨人となので、なかなかでも大変ですけど、土日2試合、はい、ね、うん、まあ巨人戦が山になってくると思う、 DeNA はね、またね、はい、はい、続いて、うん、ヤクルトじゃない、巨人対ヤクルト、はい、ね、山崎より、うん、グリフィン戸郷、はい、ヤクルトはヤフーレ、うん、吉村、うん、山野、はい、ね、1戦目4対3、うん、ヤクルト、はい、6回サンタナタイムリーツーベース、うん、村上が一塁から激走して帰ってくるんだよね、うん、あ、やっと均衡破れたかと、ね、はい、で7回長岡がツーアウト3塁からタイムリー、うん、まあ、山崎よりから高梨に左のね、はいはい、変則に変えたけども長岡には通用しなかったという、うん、
まあなんて言うんだろうな、こう思惑が外れていってるよね、巨人の、うん、で8回にはエラーで3対0、はい、もう完全にヤクルトペースになった、うん、あ、これはダメだなと思ったのよ。1点ずつね。そう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 、はい、で監督が考えてる野球がちょっと崩れちゃったから、うん、山崎から高梨に変えて長岡を打ち取るかなと思ったら2点目を取られる、うん、打ち取ったと思ったのがエラーで3点目を与える、うん、あ、これはダメかなと思ってて、うん、で9回小沢、はい、ね、代打秋広、うん、これは粘ってフォアボール取ったんだよ、うん、先頭打者で ね、 ね、まあ秋広も必死だよね、これ監督に認められようと思ってね、で必死でやってるこの姿っていうのはね忘れないでほしいし、うん、で丸、続いて丸、ツーベースヒット、はい、うん、まあ秋広の粘ったことに応えるように牧がねチャンスを広げた、うん、でワンアウトから、はい、モンテス、うん、小沢、いやらしいピッチャーだよ、同点スリーランホームランって、ね、ここで1号打つかといや巨人が優勝するんだったらこの試合がポイントになったぞっていうような試合になるかなと思ってた、うん、で3対3、はい、まあ、同点で10回、はい、ね、もう大勢をマウンドへ、もう勢いとしてはね追いついた巨人、もう完全にね、うん、でオスナ先頭打者でツーベース、はい、で中村が送ってワンアウトサード、うん、竹岡三振、うん、ツーアウト三塁、はい、もうね選手も残ってないんだよ、うん、で並木、はい、バッター並木、はい、今季ね、うん、まだヒットもない、うん、打点もない、何にもない、うん、タイムリーヒットだよ、もう素晴らしい、まあ、並んだわけではないけども、うん、やっぱこうなんて言うんだろうな、こういうところでね必死にしがみついてくる若手っていうのは怖いよね。ねえ、うん、まあ、初安打初打点を ねこの体勢から上げたという、ただ巨人にとってはねずっとヤクルトペースで進んでて、うん、ね、3対0まで行って、ああもうダメかって言った時にモンテスが救ってくれた、これはね勝ちに結びつけないと、ねえ、うん、でまさか体勢が、うん、ね、点取られて帰ってくるなんて夢にも思わなかった、うん、だからそのなんて言うんだろう、この試合は巨人の阿部監督の思惑が全部外れたゲームだったね、うん、うん、なんかねうまく歯車が、そうだな、合わなかった、ね、うん、だから次の日が心配だったよね、うん、はい、はい、で次の日、はい、3対0、うん、ヤクルトちょっとなんか引っ張ってますかね、そうだな、まあ、吉村が、うん、完封勝利、はい、プロ入り初、うん、9回125球9安打6三振5三振あ5三振か、はい、5三振無失点四球無失点、はい、無四球が良かったね、ねえ0-0-0、まあ、そうだね、無駄なことしなかったというね、うん、まあ、9安打打たれるっていうのはまあ結構まあまあ打たれてるんだろうけども、うん、だけど余計なことしてないから、はい、まあ、チャンスがそんなに広がらなかったということだよね、うん、で4回オスナツーランホームランで先制、うん、まあ、グリーンに相性がいいんだよねちょっとね、うん、やっぱこうインサイドの難しいスライダーだったけどうまく打たれたね、うん、うん、で8回にはツーアウト1・2塁から中村がタイムリー、はい、ね、で7回にはツーアウト1・2塁からあの巨人の攻撃ね、はい、7回にはツーアウト1・2塁から門脇に変えて坂本、うん、ね、期待したけども一打同点とか ね一打逆転っていうのを期待したけども、まあ、初球を打ってショートゴロ、うん、でこの日はねジャイアンツは長打がオコエのツーベースだけ代打の、はいはい、で他の8安打っていうのは全部単打なんだよね、うんうん、でホームランもちろんなし、うん、やっぱねジャイアンツってやっぱ長打のチームだよね、うん、やっぱホームランが定期的に出るとか、うん、長打を打って、返すとか、うん、まあそういうチームなのに単打ばっかり打ってたらちょっと得点にならないかなっていうようなね、まあそれだけ吉村も良かったと思うんだけど、やっぱ初戦の、まあ、流れを引っ張っちゃってるかなっていうような感じのゲームだったね、うん、で3試合目、はい、3対0巨人、
ねえ、うん、まあさすがです。中4日戸郷、中4日で初めて行った、ね、うん、7回103球、うん、1安打7三振1四球1デッドボールの0失点という。1安打、ああ1安打、ね、で3年連続の2桁、うん、なで10勝目、はい、でね、この日はね、やっぱ大城と戸郷が相当考えてきたと思うんだけども、うん、サンタナに対して全球まっすぐで行きながら最後だけフォークを使うとかね、うん、で沢井っていう8番バッターを使った若手のヤクルトは、はい、うん、それに対しては全部フォークいったとか、それで三振を取ったとか、だから偏りながらの配球があったんだけども、まあ、この配球っていうのはやっぱ素晴らしかったね、うん、まあ、曲げるぞ曲げるぞ、落とすぞ落とすぞと思わせながらまっすぐを突っ込んでいった、うん、ね、そのうちまっすぐ行くぞ行くぞって言いながらフォークを徹底して投げたというね、うん、だからここら辺はじゃんけんぽんのシステムだね。わかるよ、じゃんけん、うんうん、10回やるよっつって、うん、全部グーだよって言いながらやったら、え、これ7、8回目ぐらいには血がパー出るでしょ、チョキ出すんで私負けちゃうんじゃないのと思うでしょ、うん、そういう心理は使ってたね、うん、うん、だから非常にうまかったね、うん、で投げ合ったのが山野、はい、5回86球7安打5三振1四球の、3失点、うん、これは、うん、岡本のスリーランホームランなんだけども、うん、5回まで4回までは素晴らしかったんだよね、うん、で5回2アウトから吉川ヒット、うん、モンテスランエンドヒット、うん、ショートグラブに当てるんだけども内野安打、うん、ね、で岡本が初球のストレートをライトへスリーランホームラン、やっぱホームランのチームじゃんみたいな、ね、もう一発回答、その3点を戸郷が守りきったというね、うんうん、ただし阿部監督、うん、やっぱ固い野球やるなと思うのは、7回ワンアウト1塁丸を置いて、うん、吉川バント2アウト取られてもモンテスにかけたというね、うん、そのモンテス三振に終わったけども、やっぱりね、こういう攻撃っていうのはこれからものすごく大事になってくるね、うん、終盤の1点を積み重ねていくっていう作業が、だから非常にそういう野球をやる阿部監督っていうのは固いなと思ってね。なるほど、まあ、だけどやっぱこういうのは1点取れてたらここで、うん、もっと強さを感じた試合だったね。なるほど、はいはい、ただねこの試合でね、うん、1安打しか打ってない、うん、これ1安打しか打ってないんだけども、うん、2アウト1、2塁からかな、うん、2、3塁からかな、うん、長岡がね、大城のあたりセンターに抜けようかっていうあたりを本当に目いっぱいで取って、うん、これスライディングキャッチしてたら、うん、一塁はセーフでも頑張って取りに行って取れたんだよ、うん、そっから反転して一塁に投げて間一髪でアウトにしたの、うん、このプレーはすごかったね。うん、やっぱね、ヤクルトも負けながらでもこういうね、すごくいいプレーもあるし、うん、ね、長岡非常に成長した、バッティングもそうだし、守備もね、うん、長岡は頑張るよみたいな、応援したくなるような選手だ、ね、ね、選手になってきたね、はい、豊さん、高校の後輩の山野投手はどうですか、はい、高校の後輩の山野、うん、これはね、やっぱりね、うん、看板やちいちゃんが、山野くんはいつもパカーンって行くね、行かれるねってやっぱね、多分そういう、向かっていくんだよね、なんかこう、いい感じに来てたところでそうそう、ポーンって行ったら、ちょっとそこからガッて行っちゃう、崩れちゃう、トータル的なコントロールはね、うん、あるんだよ、ね、でもね、微妙なコントロールがないんだよ、うん、だからストライクゾーンで投げれるコントロールはあるんだけど、ここで決めてほしいっていうところがここに決まらないピッチャーなんだよ。それは、打者が2巡目になると厳しいとかそういったことになるんですか。いや、まあもう最初からデータが回ってて、甘いとこ来たら打ちに行けよっていう、そういう類のピッチャーになってんだよ今。なるほど。だからやっぱりコントロールっていうのが出し入れできるぐらいになんないと、うん、そしたら勝てるようになる、うん、それとインサイドに、左のインサイドにきっちり投げれるようにならないと、うん、勝てないよ。じゃあ本当にもうあと一息、もう一つ頑張れなればもう全く変わってくるってことですね。まあそうだね、うん、はい、というセ・リーグでした。はい、ね、
はい、続いてパリーグ、ちょっとパリーグがちょっと変則だからね、うん、そうなんですよ、はい、今後もだいぶ変則で、そうそう、とりあえずの今結果で、はい、ロッテと楽天はまだ連戦中の1試合しか終わってない、そうそう、うん、まあとりあえずねっていうところで今はい、赤も黒も なく書いてありますが、はい、まず、ソフトバンクと日本ハムは2試合だったんですね、はい、はい、で日本ハムが2連勝、はいはい、オリックスと西武も2試合でオリックスが2連勝、はい、はい、ロッテと楽天は先ほど申し上げました通り今途中ですがロッテがとりあえず1勝しました、はい、というところです、はい、はい、ロッテと楽天は4連戦なのかな、これからね、はい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 、はい、ソフトバンク対日本ハム、うん、ね、ソフトバンク、うん、モイネロ、大関、うん、はいはい、日本ハム、伊藤、山崎、幸也、はい、ね、1試合目、6対3、ね、日本ハム、はい、これね、モイネロどうしたのかね、この日ね、初めて見ましたよ、まあ、この日っていうかね、うん、その前もそうなんだよ、その前も勝ってんだけど、うん、立ち上がりね、とっちらかるんだよね、うん、でモイネロ3回75球6安打、うん、3三振1四球2つのデッドボールの6失点、うん、まあ10勝5敗防御率 1.97 なんだけども、うん、まあ非常に初回2回、うん、そういったあたり序盤が悪いね、うん、でその初回いきなり万波がソロホームラン、はい、まあ万波はよく打ったと思うけどもね、うん、まあ、モイネロはね、ハマったらもう最初は後半では打てないと思うからって、うん、やっぱ立ち上がり意識してんだよ、やっぱりそうですよね、そうで浅間フォアボール、清宮デッドボールノーアウト1・2塁、うん、レースの時に冒頭ワイルドピッチがあって、うん、ノーアウト2・3塁からレースがタイムリー3対0、ね、伏見ワンアウト満塁からタイムリーで5対0、もういきなりだから、で3回にはマルティネスが、ソロホームラン、うん、で怖いなと思ったのはやっぱソフトバンクはその3回裏に栗原タイムリー、うん、山川ツーアウト2・3塁から2点タイムリーで6対3に3点差まですぐ追い上げてくるんだよね、ね、だからまあこの怖さはあってもやっぱモイネロがねやっぱこんなに立ち上がり悪かったらちょっと困るね、こうなんかこう全く立て直す気配が見えなかったというか、いやないね、うん、ちょっと珍しいというかね、まあ、ああいう姿は見ないですけどね、ただまあ日本ハムの方では、うん、嬉しい、ことがあって、はい、田中正義が久しぶりに、うん、まあ、セーブを挙げたという ね17セーブ目、うんうん、だからまあ、8セーブ17セーブか、その時はね、うん、その時はね、うん、17セーブ目で柳川がちょっとこの前打たれたから、うん、 そうでしたね、そのタイミングで田中がね、うん、帰ってきてくれるという、うん、だからまあこれは、うん、ただ柳川もどうするのかこれからね、うん、まあ、ちょっと考えなきゃいけないよね日本ハムは、うん、まあ、でも伊藤、はい、7回101球、うん、5安打7三振、2四球3失点というね、うん、まあ、11勝4敗、はい、防御率がね 4.10、まあ、全体から比べるとちょっと悪いかもわかんないけども、うん、やっぱ11勝を挙げて、7つ、うん、7つの貯金をしてくれてるっていうのはやっぱエースの働きをしてくれてるなって思うね、そうですね、はい、はい、でこの試合は初回、うん、ね、で2試合目8対5、日本ハム、これは最終回に大事が起きたから、ね、そうでしたね、はい、初回、うん、レース25試合連続安打、うん、記録ね、はい、清宮フォアボールを置いてツーアウトから、うん、18号ツーランで先制、はい、ね、しかし、その裏、うん、今宮栗原の連続ソロホームランで同点、うん、山川がヒット、うん、2つのフォアボールで、ま、ワンアウト満塁、はい、石塚逆転というか勝ち越しタイムリー、はい、同点からね、うん、ライトへ、うん、ね、マンちゃんいたから、うん、セカンドランナー帰ってこれないんだよ、うん、これで3対2で止めれたということね、うん、やっぱマンちゃんの方っていうのはすごいから脅威ですね、だから投げさすまでもなく止めるね、うん、あで、まあ、1点の勝ち越しはされたんだよ初回にね、はい、うん、で山崎
幸はもうあんまり良くないね、ここんとこ、うんうん、で3回山川のソロホームランで4対2、はい、でフィルダースソイシュなどあってフィルダースソイシュなどがあって5対2になるんだよ、はい、ああ今日はダメかなって思ったんだけど、うん、9回、はい、最終回ね、来たよこれね、ずっと5対2、うん、そうずっとそのまま来て9回の日本ハムの攻撃ね、はい、まあチャンスらしいチャンスもなく、うん、で松本マウンドへソフトバンクがね、うん、で松本5はいはい、日本ハムね、うん、がフォアボール、うん、で松本が交代するんだよ、大山に、はい、ピッチャーね、うん、肩の違和感かあれね、うん、松本選手同士なんだですが、そうそう、うん、ピッチャー松本投手に代わって大山投手が上がると、はいはい、でやっぱ肩の違和感かなんかっていう話なんだけど、そうでしたね、まあ、長引かなければいいけどね、うん、でワンアウト後代打、うん、浅間上川畑に代わってね、はい、ツーベースヒット、はい、ワンアウト2、3塁、はい、2、3塁、うん、からタミヤ、はい、セカンドに内野安打、はいはい、5対3これがタイムリーになりますね、タイムリーね、はい、で石井和成、うん、ワンアウト1、3塁からライトへタイムリー、うん、5対4、うん、ワンアウト1、3塁から万波、はい、ショートへね叩きつけるような打球打って、うん、高い打球になってゲッツ取れないんだよ、はい、もうセカンド諦めて今宮がファーストへ、うん、はい、その間に同点5対5、ね、石井選手に代わって代走磯畑選手なんで、うん、5対5、はい、で、ツーアウト2塁、はい、ここでピッチャー投手交代、うん、大山からルーキー同士の交代、岩井、はい、水谷、はい、レフトへタイムリー、はい、逆転、はい、一塁ベースで涙と、ん涙、水谷が、はい、うん、やっぱ嬉しかったもんね、ソフトバンク戦ってね意外と打ててないんだよ水谷って、フルスね、うんうん、でもやっぱこう知り合いの人とかね、やっぱ行ったら応援に駆けつけてくれたりだとかさ、ね、やっぱこうなんていうの、ソフトバンクへの思いっていうものがね、いっぺんに涙になって溢れてきたんだろうと思うけども、ね、あでもなんかすごくいい涙だったね、本当ですよ、でもすぐ涙をが止んだ、引っ込んだその出来事は、うん、ね、続くツーアウト一塁、うん、ね、その水谷を置いて清宮が初球のフォークをツーランホームラン、うん、もうね、もう見事だよ、清宮がなんかちょっと違う領域に一歩入ってる感じ、でも一緒に見てて俺清宮仕上げるよって言ったでしょ、言いましたよ、うん、そしたらそうしたらいきなりだったでしょ、ホームラン仕上げるのはホームランだと思ったの、いやホームランだと思って、なんかもう清宮君最近は本当になんかそういう予感を持たせるぐらい、そう神がかってるな、ちょっとね、はい、すごい、そうだね、うん、でね、この試合でまあ見事逆転をしたんだけども、うん、まあ中継ぎ堀がね帰ってきた、うん、堀瑞希、うん、ね、良くなってんな、本当に、あこれはね、うん、やっぱこう川野がちょっと疲れ気味なんだよね、うん、それに代わって堀っていうか、うん、それを使い出すなと思う、いや良くなってる、うん、でね、2イニングこの試合で唯一投げた中継ぎで、はい、山本、うん、21球2三振、うん、これね、9回に繋いだよ、うん、本当に、うん、この攻撃にね、まあ、立派な勝ち投手だわ、なるほど、うん、それと田中正義、うん、ね、18セーブ、まあ、よかったね、ポンポンとセーブが挙げられて ね、で、ソフトバンク、うん、大山、岩井ね、ルーキー両方ともルーキーなんだけども、うん、まあだけど、まあ、いい経験したと思うんだよね、うんうん、こういう状況の中でいかに抑えるか、抑えられるピッチャーになるか、これがやっぱテーマだから、だからこれからもね、ちょっとね、これにめげず、いい経験した、うん、この経験が生きましたって後で言えるように頑張ってほしいな、ね、大山選手はかなりショックだったり、まあ、そうだな、ベンチでの様子見てると、ね、泣いてたな、うん、あでも泣くな泣くな、ね、うん、これからいっぱい辛いことあるから、うん、もっともっと、まあ、こういった経験もね、今まであまりなかったかもしれないからね、ね、はい、はい、頑張ってください、はい、はい、で最後じゃないか、オリックス対西武、うん、ね、
オリックス田島、はい、山下、うん、で西武は高橋コーナー隅田、うん、ね、3対2オリックス、はい、ということはどうだったかというと、うん、4回、うん、西川7号ツーラン、はい、ね、うん、まあこの試合ね西武が先制してるんだよね、告げがタイムリーを打ってね、うん、でだけどまあ4回に西川に逆転されるという、うん、で5回にはワンアウト2、3塁から外崎が犠牲フライで、まあ、同点、うん、まあ、しかしすぐ点取られるんだよね、うん、6回2アウト2塁から紅林がタイムリーという、うん、で、まあ、高橋コーナー、まあ、この試合も負けたという、なんかどうしちゃったんでしょうね、11連敗かな、うん、で6回3分の2、103球、8安打、6三振、1つのフォアボール、1つのデッドボールの3失点という、うん、やっぱ取られたら取られるというね、うん、まあ取られたら、うん、頑張らないとね、うん、取ってもらったら頑張らないと、うん、まあ頑張ってるんでしょうが、なかなか結果が難しくね。そうだね。で西武はねこの試合14安打打ってるんだよ。そうですよ、うん、でも2点、うん、まあ勝たせてやりたいっていう気持ちはわかるけども、やっぱ点を取らないとね、うん、ヒット打ったって点にならなかったら何にもならない、うん、これはねやっぱ適度にバントを使ったりだとか大体がね強行にいってるんだよ見てると、うんうん、じゃなくてやっぱ強行でダメだったらバントを使うとか、うん、強行でいってダブルプレーも多いし、うん、だからそういうことを少しちょっと考えた方がいいなと思うね、うん、でねオリックスは中継ぎ小田島、はい、うん、ね、うん、ホールドを上げました、はい、ね、43試合2勝1敗22にホールド、うん、防御率がなんと 0.89、うん、ね、ルーキーだよ、すごいね、これね新人王争いに名乗りを上げてきたわ。おでね、まあ開幕からして、すぐ西武の竹内っていうのが、うんうん、今年は鉄板で取るんじゃないかって思ってたんだけども、そうでした、ね、まあ、7勝5敗、うん、でもう一人対抗を挙げるとすると、うん、日本ハムの金村、うん、6勝5敗っていうのがいるんだけど、うん、いやこの小田島っていうのも素晴らしいな、だからこの3人の新人王争いもちょっと要注目だな、うん、ね、はい、はい、というような1試合目でした、はい、で2試合目は、うん、ね、4対0オリックス、はい、で杉本9号ソロホームラン2回、うん、2回に打つんだけども、うん、まあ、先制ホームランというね、うん、で5回には廣岡ワンアウト3塁から犠牲フライで2対0、うん、でその回2アウトから西野、太田、西川がつながり2アウト満塁から杉本がタイムリーで4対0、うん、いや、 やっぱこう犠牲フライでランナーなくなってから、うん、で2アウトから西野、太田、西川、太田、西川っていうのが非常に状態がいいんだよね今ね、うん、で森が離脱してる穴を完全に埋めてるというかさ、うん、まあ、つながりを持ってそして杉本が仕上げるという、ね、やっぱ杉本が打つと勝つな、ここオリックスは、ここは、うん、やっぱ勝ってる時は杉本がやっぱだお立ち台に上がってるもん、上がってますよね、うん、あとね頓宮、あ、頓宮があんまり目立たないんだけど杉本がこうやってやってくれるとオリックスは怖くなるね、うん、で山下俊平太、はい、7回109球5安打9三振2四球無失点という、うん、やっぱさすがだね、ね、あ、まあピンチも作るんだけどもさ、うん、まあだけどやっぱ圧倒的な球威となんか圧倒的ななんかこう変化球のキレというかね、うん、まあ、そういうのがあるね、ね、で3勝目、はい、うん、で隅田5回83球11安打一つの三振の無四球4失点という、うんうんうん、ちょっと打たれましたね、まあ、そうだね、うん、はい、やっぱね西武この2試合見てると、うん、残塁が1試合目に9 2試合目に14あるんだよ、はい、14あるんだよね、うん、でやっぱ残塁が多すぎるわ、なるほど、うん、いやだからもう少しねやっぱこう進塁打を確実に打っとくとか、うん、そういう打線のつながり方をやっぱもう少しこうみんなで考えていった方がいいかなっていうふうに思うね、はい、はい、まあそういう試合でした。はい、で最後ロッテ対楽天、うん、ね、3対1、うん、ロッテ、はい、ロッテのピッチャーはカイケル、う
うん、で楽天は藤井、はい、藤井は中5日、うん、ね初めて多分 中5日で行くと思うんだけども、うんうん、で2回中村ワンアウト2塁からセカンドゴロで進塁打、うん、で2アウトランナーサード、これ西武のとよく聞いといてよ、うん、中がセカンドゴロなんだよ中村、うん、なんで俺が言ってるかというと2アウト3塁、うん、進塁打になる、で友杉がタイムリーヒットで1点先制するんだよ、はい、で友杉っていうのはパワーがあんまりないし外野手が前に来てると思うんだよね、うんうん、で田村なんだよセカンドランナーが、うん、そしたらセカンドにいたんじゃタイムリーヒットにならなかったんだよ、うん、だけどこうやって進塁打っていうかさ、うん、やっぱとりあえずアウトになったら先の塁に進めとくバッティングをしてるとこうやって1点を取れるっていうことなんだよね、うん、だから非常にまあ、西武の選手が見てたら、まあ、参考にしてほしいなと思うけどね、うん、で3回ワンアウト満塁、はい、楽天の攻撃、うん、ね辰巳のセカンドゴロの間に1点取るんだけども、はい、藤岡が大ファインプレーしたわ、うん、1・2塁間の打球飛びついて、うん、とりあえず1つアウトにしたんだよ、はい、このファインプレーで1点に抑えたっていうことが良かったね、この試合の中で、うんうん、やっぱファインプレーっていうのもいろいろあるけどもやっぱこう1点は取られても2点目はやらなかったというねこういうファインプレーは勝ちにつながったなと思うね、うん、でその裏外が15号ツーランホームランで3対1という、うん、まあ外もね苦しんでた、まあ、1ヶ月以上ホームランがなかったんだから、うん、ねまあこれで流れがね外の流れができるとまあロッテは外の外が打つとすごく勝敗勝率が良かったんだよね、うん、だからそういうことに戻ってくるといいね外がね、ねうん、でカイケル、はい、来日初勝利、うん、チェンジアップやツーシームの使い分け、うんそれを低めに丁寧に投げる、うん、でランナーに出ると、まあ、クイックを使ったり長く持ったりすぐ投げたりだとかやっぱ野球の方が工夫をできるねさすがサイヤング賞です。いやそうなんだよ、うん、やっぱねそういうことも含めて持ってないとやっぱ勝てるピッチャーにならないんだよね、うん、どこの世界でも、うん、ただ投げてるようでは、うん、だからやっぱいいものを見せてくれるなっていうふうに思うね、うん、でこの試合で中継ぎに入った国吉、はいうん1回17球で3人でピシャッと抑えるんだけども、はい、これがなんと22試合連続無失点、うん、球団新記録すごいねいやーそれは国吉頑張ったな、ね、よかったね DeNA から行ってなんかちょっと行った当初は寂しそうにしてたけどなんか本当にね大人のピッチングになったなっていうねなるほどなんかね昔はね力任せで投げてたんだけど、うん、最近はなんかこうすごく変化球をうまく使いながらコントロールを意識しなんかこう大胆に最新にそういったピッチングができるようになったねうんあまあ見事でしたおめでとうございます ね素晴らしい本当まあこれで楽天に差をつけたというね、うんでね月曜日に行われた楽天対オリックスがあるんだ1試合、ね、まあこれだけちょっと喋っとくけども、うん、5対2で楽天の勝利まあ滝中がね非常に良かったということと、うんまあ、打線が、ホームランとかなかったんだけどもタイムリーとかがまあつながったというね楽天がね、うんまあ、そういう試合でした。はい、ねはい、ということで、はい順位は、まあ、巨人が首位に躍り出たそうそう広島に 0.5 をつけてね、うん、で追っては阪神の 2.5 ゲーム差、はいはい首位まで3ゲーム、うん広島まで 2.5 ゲーム、うんで DeNA も追っかけてきた 1.5 ゲーム差、はい、阪神まで 1.5、うん、ただ上までは、4.5 ね、あまあ 4.5 って言ったら今度巨人戦、うん、あるけど2つ勝てば、うんね、2.5 になるわけだからだからこれは分からなくなってきました。本当いつの間にやらこういう感じでございます、はいはい、パ・リーグの方はパ・リーグの方はソフトバンクがマジックが15、うんまあ、止まったままだね、うんうん日本ハムがその9ゲーム差、うん、あーまあ9ゲーム差はちょっと厳しいと思うけどもロッテには 3.5、うん、ちょっと広がった、うん、でロッテ対楽天ロッテと楽天の差は 3.5、うん、やっぱちょっと広がった ねただし楽天とオリックスの差が2ゲームになっちゃったんだよそうそう
だからちょっと4位という意味では、うん、ちょっと楽天苦しくにはなってきてるけども、うん、まあもう上しか目指してないだろうし ね、うん、まあ頑張ってほしいと思います。はい、はい、ということでね、また明日から、はい、変わるカードでロッテ、ロッテ楽天はそのまま残り3連戦があって、はい、ヤクルト、ね、阪神、はい、広島、中日、はい、で日本ハム、オリックス、はい、ソフトバンク、西武、はい、でロッテ、楽天の試合が明日はあって、はい、DeNA と巨人は1日空くんですよ。そうだね、巨人 DeNA ね、うん、あ巨人 DeNA ね、はい、で土日に巨人 DeNA はありますと、はい、いうような感じでだいぶ、ね、いやもうね目が離せないしね、もう本当にあの上位のチームを優先的に喋っていこうと思ってるからね、うん、まあ頑張って全部喋りたいと思うけども、うん、ただ下位同士の戦い方っていうのはちょっと簡素になるかもわからないけども、うん、まあちょっと許してほしいなと思います。もう9月に入ってね、まあそうだね、もう佳境になってきますか、はい、そうだね、もうとにかく皆さん勝ちたいというような感じでしょうけど、はい、はい、まあそういう3連戦でした。はい、はい、ありがとうございました。はい。